ローマはイタリア海軍の戦艦、ビットリオ・ベネト級戦艦の4番艦。艦名はローマにちなむ。戦艦、ローマ・ローマはトリエステで1938年9月18日に寄港され、1940年6月9日に浸水した。1941年3月にマタパン・岬沖海戦で戦艦ビットリオ・ベネトが損傷。 シャフトブラケットが破損しておりローマのものを用いて修理することになったため4月4日にローマは栄光されてトリエステを出発しベネチアへ向かったベネチアには翌日に到着しドックでシャフトブラケットが取り外された後再び栄光されてトリエステへ向かい4月18日に着いた1942年6月14日にローマはイタリア海軍に引き渡された ローマは1942年8月21日にトリエステを離れ、駆逐艦、アスカリ、ボンバルゲーレ、フチリエーレ、レジオナリオに護衛されてタラントへ向かい、翌日到着して第9戦隊に加わった。11月12、13日に第9戦隊はタラントからナポリへ移動した。12月4日にナポリはアメリカ軍による爆撃を受け準備をに、 大きな損害が発生。そのため、第9戦隊は、駆逐艦部隊に護衛されて12月6日に、ナポリを離れてラスペツヤへと向かい、翌日到着した。1943年2月12日から20日まで、ジェノバでドック入りした。4月14日、19日、6月5日とラスペツヤには空襲があり、6月5日にはローマにも損害が生じた。 6月5日の空襲は、アメリカ軍の B-17 爆撃機により、行われたもので、ローマは、監首付近の水中で爆発した2発の2000ポンド爆弾により、損傷した。1発目の爆弾は、右舷側に命中して貫通し、水中で爆発して6、5メートルほどの穴を開けた。2発目は、左舷側で、船体に8、5メートルの穴を生じさせた。 それによりおよそ2350トンの浸水があった。6月23、24日夜にもイギリス軍のアブロ・ランカスター爆撃機による空襲があり、ローマにも小型爆弾2発が命中した。ローマは7月1日に修理のため駆逐艦ミトラリエレ、ヴィンチェンツ・ォジョベルティ、プレムダなどに護衛されてジェノバへ移動し、7月3日から8月13日までドックで修理が行われた。 8月13日にドックを出ると、駆逐艦、ミトラリエーレ、カラピニエーレ、フチリエーレの護衛でその日のうちに、ラスペツヤに戻った。爆沈する戦艦、ローマ。爆炎の左側に艦首が見える1943年9月8日に、イタリアは連合国に降伏し、ローマは他の艦艇と共に、ラスペツヤを離れる。ローマは艦隊司令官のカルロベルガミニ提督の機関であり、 艦長は、アドーネ、デルジーまであった。艦隊は、戦艦ビトリオベネトと、イタリア、3隻の巡洋艦及び8隻の駆逐艦から、なり、他の艦は巡航の途中に合流した。翌日、艦隊は、サルデーニャ北部のアシナラ島近くで、ドイツ空軍のドルニエル217-12機の攻撃を受けた。部隊は、イストルを発進した第一百爆撃航空団であった。 バドリオ原水は攻撃を受けた場合の反撃だけを命じ、その命令は当初遵守された。しかしながら艦隊が最後に対空砲火を開いた時、ドイツ機は艦隊の射程外にあった。ドイツ軍機は新型兵器であるフリッツ X による攻撃を行った。最初に攻撃を受けたのはイタリアであった。しかしながらイタリアは速力を維持し、その後、 ローマが直撃弾を受けた。一発目は、艦中央部の 90mm 対空砲機部の間に命中し、艦板と側面を貫通、艦内部で爆発した。この爆発により速力は10ノットに低下した。続いて二発目が二番砲塔と環境の間の左艦板に命中し、砲塔が爆発、艦は炎上し始めた。16時12分に艦は爆発し、 ベルガミに提督、デルチーマ艦長を含む1350名の乗組員が死亡、艦は断裂し沈没した。596名がひどい火けを負いながらも救助された。ローマは誘導爆弾によって沈められた最初の主力艦であった。2012年6月28日、イタリア海軍はサルデーニャ島の北方30キロ沖合、水深1000メートルの海底にて沈没した。 ローマの残骸を発見したと発表した。ありがとうございます。